ジョン・マーティンは、19世紀の英国人のロマン派の画家、版画家、都市計画家。イングランド最北部のノーサンバーランド州ヘイドンブリッジの郊外、イースト・ランデンズで13人兄弟の末っ子として生まる。ニューカッスルで絵画の技法を学んだ後ロンドンに出て、ガラスや磁器の絵付けに従事した。1811年、23歳の時から、ロイヤル・アカデミーに絵画を出品し、 1812年の忘却の水を探し求める砂濁のように画面いっぱいに壮大な風景を描き出し、それによって天変地異の圧倒的な力や破局的な様相を現出させている画風で注目を集め、さらに1820年作のベルシャザルの共演の成功で人気画家となった。旧約聖書ミルトンの失楽園の差し絵絵本や油絵を元にした。 版画作品は広くルフした。1828年頃から次第に画から離れ、ロンドンの上下水道や鉄道線などの都市計画や発明に関わるようになったが、その結果破産同然となった。死の数年前から絵の作成を再開し、代表作の一つとなる最後の審判三部作を発表した。レオポルド彼の名付けの親はマーティンが1815年頃ロンドンの メリルボーン、ハイストリートで下宿をしていた時に出会い、助力をしてくれたベルギーの将来の国王レオポルド一世であった。彼は父の散歩や訪問にしばしば同行しており、あと2889年に出版されたニューカッスル・ウィークリー・クロニクルの補足に父親の思い出のシリーズを書いている。その中には画家のジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、 ブルネル賞で有名な鉄道技術者、イザムバード・キングダム・ブルネル、政治評論家、著作家で無政府主義の先駆者、ウィリアム・ホドウィンや、物理学、電気工学者のチャールズ・ホイート・ストンとの逸話が、含まれている。彼は、ルイス・キャロルの、不思議の国のアリスの挿絵や、風刺漫画誌、パンチで、数多くの風刺漫画を手掛けたことで知られるジョン・テニエル、と、友達でテニエルの妹と結婚した。 ジョン・マーティンは13人兄弟であったが、そのうち大人まで成長したのはジョンを含め男4人、女1人の5人であった。マーティンの兄弟たちはそうじて、父親からは激しい気象とあふれんばかりの情熱を、母親からは熱い信仰心と高い精神性を決意だとおぼしい、父父はウィリアム・フェニック・マーティンといって放浪癖のあるなんでもや、 妻のイザベラ・リドリーと駆け落ちした後も一箇所に落ち着くことはなかった。初はじめ川なめしこをしていたが、アメリカ独立戦争に従軍しながら、わずか3ヶ月で、負傷のために除隊してからは、至って腰が軽くなり、フェンシングやシングルスティックの指導者、さらには行商人、居酒屋、馬車製造者、行商人や山番と、様々な職に手を染めた。母母のイザベラは、 地主リチャード・トンプスンの娘だが、両親の反対に耳を貸さず、駆け落ちしてウィリアムと結ばれた。トンプスン家は、プロテスタントの殉教者、ニコラス・リドリーの末裔にあたることから、プロテスタントの伝統を根強く残しており、イザベラも毎日2回の祈りを欠かすことなく、子供たちにも、よく聖書を語り聞かせた。彼女にとって、旧約聖書は、 毎日の行動のために必要なすべてのルールを提供するものであった。そこには奉仕するべき神と避けるために地獄があり、すべての嘘つきと罵る者は、悪魔とその使い立ちとともに、地獄で燃やされるという格言及び、聖書の知識に代表される、彼女の影響は、ジョン・マーティンの絵画だけでなく、他の子供たちの永続的な宗教思考の源となった。 1813年に亡くなる間際、天井の音楽を耳にし、マーティン家の名前が世界中に知れ渡るようになると告げて、安らかに息を引き取ったという。ウィリアム長兄、自然哲学者、詩人、彼はロープ製造、兵士、発明家、科学者、作家、講師など職業がたびたび変わったが、永久機関は製造可能であるとし、また、 万有引力の法則を否定して、アイザック・ニュートンの科学に対、このような山師的性格にもかかわらず、彼は発明の偉大な才能を持っており、1819年に、彼はサンハンフリー・デイビーが1815年に発明した、デイビー等よりよく、信頼性が高いと言われていた、鉱山作業用の安全ランプを生産した。また、この分野での業績として、数値を、 円盤型で表示するバネばかりの発明により1814年に王立教会から銀メダルをもらったことが挙げられる。その後歌200点以上の宗教的テーマなしのパンフレット出版や主事の発明を行い、1851年2月9日にジョン・マーティンの家で亡くなったリチャード時系、彼は人生のほとんどを軍隊で過ごし、ーダ主兵として、 スペイン独立戦争とアーテルローの戦いに従軍した。なお、この F 表第一連隊の平坦仏器軍曹との説もある。ジョナサンさん2829年2月2日に、ヨーク大聖堂を放火したことで悪名を馳せた。放火後すぐに逮捕されたが、裁判では、精神異常を理由に首吊り縄を免れ、死ぬまでロンドンのセールーク精神病院に監禁された。 この時の裁判の弁護費用は、ジョン・マーティンが支払いだった。後年マーティンが、クルエル・マーティンの異名を取ったのは、数工尾を叩いた破天荒な作品によるものもあれ、悪名をとどろかせた兄・ジョナさんと混同されてのことで、ある。マーティンの作品の多くは、現在公共美術館で見ることができる。マーティンが生まれ育った、入ッするアポンタインのライング、アートギャラリーは、 ソトムとゴモラの滅亡を、はじめ多くの作品を所蔵している。また彼の有名なブラックキャビネットを保有している。テートブリテンは、最後の審判三部作を、複数の作品を増する。ビクトリアアルバート博物館、ルーブル美術館、ナショナルギャラリー、イエールイギリス美術センター、セントルイス美術館、その他米国の多くの美術館でも、彼の作品を見ることができる。 王立建築家協会は彼の工学関係のパンフレットを多く保存している。彼の手紙は個人コレクターとロンドン大学クイーン、メアリー・カレッジが保有している。日本国内では以下の美術館がマーティンの作品を所蔵している。郡山市立美術館町田市立、国際版画美術館静岡県立美術館、熊本県立美術館出楽園、ミルトン、出楽園総画。 パラダイスロスト、旧約聖書、旧約聖書、挿絵、ビブル。ありがとうございます。